おはようございます。さあ今回のキックオフ関西はこちらからお届けします。いやーかっこいいですね。ガンバ大阪のパナソニックスタジアムスイタに来ています、はい、今週水曜日、はい、ここパナスタで選手とサポーターのプライドがぶつかり合う大阪ダービーが行われましたね、はい、僕行ったんですよ。あ、はい、解説の仕事で、はい、私も人生初大阪ダービー観戦そして取材行ってきたんですけれど、はいはい、どうでした？初めてのダービーは。いやもうまず圧倒されまくりでしたね。確かに人生初の大阪ダービーにやってきました。見てください、お客さんの数とんでもないです。そして熱気もすごいです。大阪ダービーの前にハイトアナウンサーはトークショーの MC をしなければならないんです。あ、これ初めてなんですか、このサポーターの前で。初めてです。結構緊張しますね。緊張してないでしょ。しますよ、してますよ。よろしくお願いします。キックオフ関西的にも今日の試合激アツじゃないですか。激アツですよ、ねえ、はい、いやほんでそれいつ俺出してくれるんですか。あ、でもあの安田さんのトークにタジタジでしたが、ステージを終えるとピッチに移動。さあ大阪ダービーキックオフ40分前なんですが、もうすでにこれだけのガンバのサポーターの皆さん熱気。駆けつけています。結構圧倒されてるんですけど、でも今日どんな試合が見られるのか今からめちゃくちゃ楽しみです。今回のキックオフ関西はゴールデンウィークも燃えに燃えたゲームハイライト。そして元日本代表駒野雄一さんが故郷和歌山県海南市へ、母校で30年ぶりの必殺シュートを披露。ではまずはゲームハイライトタイムサバイバルです。ゲームハイライトタイムサバイバルとは試合のハイライトをお届けするコーナーなんですが、なんと直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合う画期的なコーナーなんです。 J1 の持ち時間はトータル5分。関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦です。ゲームハイライトタイムサバイバル、まずは京都サンガ FC で持ち時間は30秒です。今回は体を張ったプレーが持ち味のセンターバック、チームナンバーワンイケメン井上力人選手が解説。自覚はないっすよ。ないっす。この日は200試合目の出場。家族も祝福に。なんかちょっと怖いらしくて、いつも泣いてるんですけど、それもまた可愛いんですけど、家族に祝ってもらえるっていうのはすごく幸せなことなので。節目の試合となりました。試合は負けてしまったので告知タイムは5秒。5月14日、セレッソ大阪との関西ダービー、応援よろしくお願いします。大丈夫ですか？これしか言えないよね、絶対ですね、ゴールだったら、うん、続いて大阪ダービーとなったガンバ大阪、持ち時間は1分です。ホームパナソニックスタジアムスイタを埋め尽くした3万4千人のサポーター、60回目となる大阪ダービーが始まります。1点を先制されたガンバは後半11分、宇佐美選手が裏へ抜け出しクロス。このボールをダーン選手が決めます。それではダーン選手に解説お願いします。このタイムのプロテンポはこのシレンドのフォローは何が adiantando a gente ficar jogando bola na área porque a zaga dele é alta e a gente tem que tentar esse passe para trás ali na meia lua。一度は追いつきますが、セレッソに勝ち越しゴールを許し、大阪ダービーを落としたガンバ。告知は10秒です。5月20日、F・マリノス戦。
モフレムデーになります。新商品でこんなんやこんなんが出ます。皆さん来てね。いややっぱ大阪ダービーはですね、すごいですね。はい、ダバン選手のゴール、はい、あの瞬間めちゃくちゃ盛り上がりましたね。まあホームだったしね、はい、サポーターの真ん前だったし。そうですね、このダバン選手のゴールは本当に4人5人が連動して、宇佐美選手がセンタリングして、ジェバリ選手がニアに入ってきたんですよ、はい、本当やったらフォワードだったらあそこ打ちたいはずなんですけど、うんうん、わざとディフェンス2人を引きつけてダバン選手をフリーにする。はあ、後半のようなサッカーをすればガンバ大阪は間違いなく今後良くなっていくと思います、うん。さあ続いては J3 と J1 の残りの2クラブ、神戸とセレッソです。 J2 昇格を目指し各クラブがしのぎを削る J3、 関西を拠点とするのは FC 大阪と奈良クラブ。狭き門の突破を目指す2クラブのタイムサバイバル。直近の試合結果による持ち時間はご覧の通り。まずは FC 大阪、白のユニフォーム FC 大阪は前半から何度となく松本山雅のゴールに襲いかかりますが、得点することができません。すると後半29分、先制点を許し FC 大阪はこれで連敗です。続いて奈良クラブ、持ち時間は40秒です。今回解説してくれるのはボンバーヘッドが似合うこの選手、奈良クラブの背番号4番伊沢樽です。目立ちますね。3連勝中、青のユニフォーム奈良クラブは相手オウンゴールで先制するとディフェンス陣が鉄壁の守りを見せます。すると前半28分、フリーキックの流れから、4名からいいボールが上がってきたんで、ニアが空いてるのがちょっとちらっと見えたんで、初ゴールです、はい。まあ、普通に嬉しかったですね、やっぱり。これで4連勝。それでは PR タイムお願いします。5月13日、牛大阪と、奈良で駒山ダービーがあります。献血や、フードドライブも実施しますので、ぜひご協力ください。お願いします。オーバーです。結構急いだっすけどね。ここからは再び J1 のタイムサバイバル、2位はヴィッセル神戸。アウェーで迎えた名古屋戦を振り返るのはこの2人。現在まだまだ解禁長、前川大也選手と、毎回出てるよねスーツ姿初めて見ます ね熱きミッドフィルダー佐々木大樹選手。前半11分、クロスに大迫選手がヘディングシュート。味方の先制点にディフェンスで応えたのは前川選手。先に動いてとかは絶対してはないですけど、まあ、中の状況を見て予測は立てながら、その相手のクロスであったりっていうところを防げたのかなと思います。一気にギアを上げたい神戸は後半佐々木選手を投入。大迫選手が収めたところに佐々木選手。いや、もう佐々木君がもうゴール前の強さっていうのはもうそこに関して信頼してるのか、ゴールに向かって走っていれば必ずいいパスが来ると思ってますね。信頼でつないだ追加点で流れは神戸にとはいかず、アディショナルに同点弾を浴び痛恨のドロー。ということで PR タイムは15秒。前川選手お願いします。いきます、どうぞ。5月7日のホームゲームでは、ノエスタにご来場の皆さんだけが聞くことができる実況配信を行います。解説を務めるのは牧野智明さんです。ぜひお楽しみにしてください。どんどんぴったりになっていきますね。慣れてきたもんやね、すごいねMBS アナウンサーの海斗美久です。よろしくお願いします。2つだけお願いします。勝つってことがどれだけ大きな意味を持つのかっていうのは、やっぱり今日改めて、スタンドを見ながら感じれたんで。万博に向けた飛び込み防止活動の一環として道頓堀川に横断幕を設置。大阪の3クラブが垣根を越えて協力し、街の安全を呼びかけています。
ゲームハイライトタイムサバイバルセレッソ大阪。先制しながらも追いつかれたセレッソがなぜ勝てたのか、解説するのは攻守の要香川真司選手。ボールは持たれるのはある程度想定してましたし、2点目っていうのは狙いとして持ってたんですけど、小谷選手がうまく違いを作ってくれて、勝てたことが何より大きかったかなと思います。リスクを承知でフォワードの2人を投入したセレッソ。香川選手は中盤の後方にポジションを下げますが、固く守りながらも攻める姿勢は崩しません。しっかりとブロックを引くことの中でボールを取った後にどれだけ勇気を持ってつなげるかっていうところは非常に大事だったので、そこは意識して入ってました。ボールを奪った後もクリアせずパスをつなぐ、その勇気あるプレーが決勝点を生みます。香川選手の縦パスからカウンター。人数をかけて攻めていたガンバの後ろのスペースをつき、交代して入った加藤選手へクロス。終了間際の得点で大阪ダービーを制しました。子どもたちに対してダービーだったりっていう熱い試合、そういった試合でどんなことを感じてほしいですか？やっぱ勝つためには本当に苦しいことであったりタフな状況もたくさんある中で、厳しさもね、 J リーグとしても今後見ていただけたら彼らにとってもいい影響になると思いますし、勝つってことはどれだけ大きなことかっていうのをこれからもこだわってやっていきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい気持ちだ。お父さんみたいな。20秒の PR は決勝点を挙げた加藤選手からスタート。明日の鹿島アントラーズ戦はアイドルサポーティングマッチ、 VTuber の須尾サムさんやお笑い芸人の銀シャリさんが来場されます。大阪ダービーの勝利の勢いそのままに鹿島にも勝利し、最高のゴールデンウィークにしましょう。加藤むつきでした。気になるゴールはありましたか？加藤むつき、はい、僕の引退して20番をつけてくれたんですよ。あ、で引退する時にね、はい、20番つけていいですかって来て、はい、もう20番って僕だけじゃなくて、その前も西澤脇さんだったり酒元、ね、レジェンドばっかりがつけてるので、覚悟を持ってやらないと注目されるから、まあ頑張れよって。あ、このゴールは何がポイントだったりするんですか？これね、深いんですよ。はい、まず麻生慎二がいるでしょ。はい、ここで北野選手につないだ、もうここでまず1個決まりじゃないですか、はい、でその時に加藤選手の動き見てください、はい、左に行ったのに全然違う斜めに走る。本当ですね。あれ、斜めに走ることでディフェンスもついていくんですよ、はい、そうすると山中選手がドフリーになるんですよ。あ、でこっちにただそれだけじゃなくてシュート打つ時も、はい、ディフェンスを前で2人のディフェンスを見れるから、うーん、どんなボールが来てもこっちのタイミングで飛び込める。なるほど、はい、だからあれを違う方向まっすぐ走ってたら絶対得点になってないです、うんうんうん、なるほど、うん、本当にダービーはだから最後の最後まで何が起こるか分からないなと思ってましたね、うんうんうん、そうですね、うん、現時点での順位表はご覧の通りです。ヴィッセルは強いですね。強いですね。首位ですよね。セレッソもいい位置つけてますね。ですね、うん、でまだまだ11節時間は、はい、十分あります。そうですね、はい、関西サッカー界のレジェンドがその原点をたどるバックトゥーザ関西。今回はこの人の故郷へ。おはようございます、駒野雄一です。ちゃん来たね。僕の育った町和歌山県海南市に帰ってきました。今回駒野さんがたどるのは海と山に囲まれた自然豊かな町、和歌山県海南市。やっぱり懐かしいですね。小学校以来来たので川の音も癒しですね。大自然の中で育ったという駒野さん、高校卒業後サンフレッチェ広島でプロデビュー。強靭な体力と正確なクロスを武器に J1 通算374試合に出場、ワールドカップ2大会連続出場、日本を代表するサイドバックです。昨年現役引退、今シーズンからサンフレッチェ広島のスクールコーチを務めています。
そんな駒野さんの原点をたどる4つのキーワード。まずは場所。山の上にある母校の海南市立大野小学校。その小学校に行くまでのある場所が駒野さんの原点だそうで、土日少年団の練習があるときはこっちから自転車に乗ってこの坂を登っていきます。この坂が自分のこの足腰を鍛えた場所ですね、原点。だからあんだけケツでがでかくなったのかこの坂。全長およそ300メートル、急な勾配が続くこの坂道を一度も自転車から降りることなく登り切っていたそうです。そこで水槽持ってきましたのでお願いいたしますそういうことか、はい、やりますか、挑戦してみますか。果たして41歳になった今でも足をつかずに登りきれるか。しゃぐれ300メートルですよね。長いね。長いですね。いやあっしゃあやばいきつい。同級生といつも競争していたというこの坂道、30年ぶりの挑戦ですが、登り切りました。足にきますこれは。この坂はね、この足を作ってくれてましたね、やっぱり思い出しました。これは鍛えられますね。これはいいね、はい、懐かしい。小学校時代練習に明け暮れたグラウンドです。あ、みんな来た。大好き、大好き。こんにちは。こんにちは。ちなみに僕のこと知ってる人、はい、サインください。サインください。俺川島より上手い、ゴンダより上手い。いや、いいね。和歌山県の小学生サッカー人口は1774人。海南市には4つのチームがあり、ミラグロッソ海南ジュニアもその一つです。駒野さんはその前身となる大野少年サッカークラブに所属していました。3年生からしか入れないチームでしたが、駒野さんは2年生から入部。それはある人物との出会いが。小学校2年生だったんで、一人でボール蹴ったんですよ、こうやって壁に向かって。誰かと思えばお久しぶりです。久しぶりやな。ここのグラウンドもほんまに久しぶりやろ。サッカー部に入らないかと駒野さんを誘ったのが当時顧問だった小島先生。どうして2年生を特別に入部させたのか聞いてみると、うまい下手よりもやっぱりなんかこう好きでやってるという感じが、だからこの子はもう何につけてもな、ボール原さん行こうやったと思うから、そこは大事かなと思うし。いや、もうずっとボール蹴ってたので、それを見ていただいて、そんだけ蹴るんだったら、ね、入れてあげるよみたいな、うんうん、感じで入れてくれたと思います。そうそう、一回よこんなことあったよ。あのね、台風かなんかで休みになったんやけど、こいつだけ来たのはそれは思い出あるね。うん、それぐらい一生懸命する子やったんやってことやの、うん、そうです、それだけ、うん、サッカーをしたかったんですよね毎日サッカーの練習に励んだ幼なじみも駆けつけてくれました。常に一緒に二人組組んでやってたんで、凄さは一番分かってると思います。足も速いし、体力もあるし、キックの精度はもう右足にピタってくるし、全部。とりあえずパスしたら点決めてくれる。血筋がけはすごい。だけって言えない。もっとあるやろ。ここで小学生チーム11人と幼なじみチーム4人で試合をすることに。こちらのその試合で見せたのが3つ目のキーワードにつながる小学生の時に編み出した必殺技。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ行くよ。この後小学生相手にその必殺技が炸裂。そうなんですか。よっしゃ。キーワード3つ目は技。小学生の時に編み出した必
必殺技があるそうで。これやったの。呆然としましたよ今。ね、本当に入るんだよね。すごい。よっしゃ。面白くない。その技とはキックオフ直後に決めるキックオフシュート。小学生の時前田さんとのコンビで何度となく決めてきたという必殺技です。キックオフシュートの練習でロングパスの正確さとパワーが培われたという。これぞまさに駒野さんの原点。モノギやられた。取ってみろ、取ってみろ。じゃあじゃあガチ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。最初しか最後にやってください。ケツ触っといた方がいい。ケツ触っといた方がいい。ケツ触っといた方がいい。キープしますね。はい、しっかり見てください。怒った、怒った。いや、楽しかったわ。久しぶりのグラウンドでサッカーしたんで懐かしいです。本当に原点ですね、ここは。原点で知り合った友人たちとはその後も苦楽を共にしてきました。全然泣かないね、確かに。初めてぐらいじゃないですかね。そう、ハドリさん初めてやってるさ、ハドリさんも初めてやし、ナイタも初めて見た。次回ワールドカップで PK を失敗した駒野さんと地元の仲間が初めて語る日は。泣きましたね。なんか知らないですけど。駒ちゃんが、はい、あんなにはしゃいでるの初めて見たもん。え、そうなんですか。いつも静かなんですよ、こまちゃん。大きなゴム出してたし、はい、あんな声出ないよ、こまちゃんは。あの大久保さんもこまのさんと新プレーは、オリンピックもそうですし、はい、日本代表でもやってますね、はい、で、オリンピックの時、こまちゃんと二人部屋。あ、そうなんですか。そう、でもこまちゃん静かやったから。テレビとか俺先寝るから、はい、消してくれるから。いや、優しい。優しい選手としてはどんな選手。一緒にやってセンタリングを受けた選手の中で一番うまいかも。え、一番ですか。一番。もうボールが来る時に、あ、これ絶対入るなってもう思います。あ、そうなんですか。それだけピンポイントにこう合わせてくるので。はー、やっぱあの坂道が効いてたんですよ。すごい。あのケツ 300m ですよ。 300m 毎日でしょ。そうですよ。いや、きついな、それ。でもそれをやり抜くというところも、うん、そうね。やっぱでもそういう時にはプロになりたいと思ってるから、このサッカーを自分のなんていうかな、プラスにしようっていう風な思いは絶対あったと思います、はい、そうじゃないとあんなケツにはなりません。はい、ボールをここに当てれば真ん中。はい、わかりました。当てることが一番大事。はい。ほら、え、こう上げてるよ。こっちです。そう。おお、うまい。こっちじゃなくて前です。前。